はようございます、こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、引き寄せて悪いことばかり引き寄せてしまうのはなぜかっていうようなね、そんなね話をしていこうかななんて思います。皆さんね、引き寄せでね、なぜね自分ばっかりに悪いことばかり引き寄せちゃうんだろうみたいなね、そんな風にね思っている方もね意外とね多いっていうことがね知りました。まあ各言う自分もね、過去にね本当にね悪いことばかりね引き寄せていたっていうねものもありますけど、まあだんだんね、まあそのねこういいことがね、あの悪いことをねこう上回ってる、でもまだまだね悪いことをね引き寄せてしまうっていうようなね、そんなことも自分もねあります。いいことばっかりじゃない、まあ、あのいいこともね引き寄せてるんですけど、悪いこともねちょっとね引き寄せているんですよね。それっていうのはね、なぜかっていうのをねちょっとね話しますんで、悪いことばかり引き寄せてる人をねぜひね参考にしてもらえればなぁなんて思います。まあそれでね、人ってねこうやっぱりね自分を守ろうとして結構ねまあ、ネガティブなね感情ってすごいね持っています。それがねない、いつもポジティブでいるとね逆にねこうとちょっと盲信っていうんでしょうかね、まああのもう怖いもの知らずでどんどん行ってそれで命を落としてしまうみたいなね、そんな感じに、ね、なってしまう。だからこそこうね自分の命をね守るためにネガティブなね感情、いつも不安とかねそういったものがあって、それでね生活している、まあそれね気づいていない部分でね潜在意識とかそんなところの中にねある、そういったねもの、小さなねものなのかもしれませんが、まあ自分のね命を守る、例えば高いところにね登るとやっぱ怖いですよね、落ちたらどうしようとか、まあそんなねまあ気持ちから、まあ、高いところにね行くのはやめとこうとかね、まあそんな風に思ったりすると思います。まあ一番わかりやすいのが床にね10センチの板をねこう引いて、その上ね歩いてくださいって言ったらみんなね普通に歩けるんですけど、それをね本当にね高層ビルのね間で、まあ、10センチのね板を引いてそこを渡ってくださいって言ったら、まあ渡れる人ってねそうそういないと思います。やっぱり落ちたらねどうしようみたいな、それでね落ちまあ命綱してても怖くてね行けないとかね、そんな風にねなると思います。それってのはやっぱりね落ちたら死んじゃうとかね、そういう風にね本当に不安恐怖それがねあるから渡れないっていうようなね、そんなものがねあると思います。だけどそこをねバーンってねまあ行っちゃう人もねいるんですけど、でもね人ってねそういった恐怖とか不安とかそういったものをいつもね持っている。だからね今までねこうずっとね長らいて生きてきているかもしれない。まあ昔ね原始の時代だったら本当にね危ない、身を守るためにね逃げたりそんなことをするんですけど、まあそれね、まあ、何もねそういったこともなくて悪いもの、まあ、毒をねあるねものをねどんどん食べていたらみんな死んじゃうし、まあそういったことをね食べたから毒があるっていうのをね知ったっていうのもねあるかもしれないんですけど、常に不安とね戦ってきている。だからそういったねネガティブな感情っていうものはね必ず誰しも持っている。ただそれがねたくさんまあ大きい人ほど悪いことをね引き寄せてしまうっていうことで、まあそのねネガティブなね感情があるから悪いことをまあ引き寄せているっていうようなねそんなことです。じゃあそれをね小さくしてやるっていうことがねいいんですけど、まあ自分のね過去のね経験すると、まあ自分ってね嫌なことがあるとすぐ仮病を使ってまあ休んだり、まあそこから逃げていたっていうのがあるんですけど、そのね仮病を使ったことが大体ね本当のね病気になってしまうっていう、そういう病気をね引き寄せていたっていうことがあります。一番最初ね父親がねどこ行くかねちょっと思い出せないんですけど、どっかにね一緒に行くってことになった時に、まあ僕そこ行きたくなかったんですよね。そうしたらお腹痛いって言えばね行かなくて済むかなと思って、お腹痛いって言ってね、まあだから行けないって言ってね行かなかったんですけど、それで、ね次の日病院にね親が心配して連れてったら盲腸炎だったっていうのもありますし、中学校の時ね部活がねすごいきつくて、部活やだなやだな、本当はやめてしまえばねまあよかったのに、いやそういうねやめる勇気もない言う勇気もなかったね頃だったので、まあやだなやだなって思った時に足をいつも引きずっているようなね感じで足痛いって言ってて、それでねまあそうすると部活ねじゃあ見てていいよ見学でいいよとかね、まあそっちでねストレッチとかそういったのやってればいいよみたいな、そんな感じで走らなくてですよ、陸上部だったんですけど、まあそれでね
そんなことがあったけど、親がね、あんまりにも足が痛いっていつも言ってるから、まあ、心配になってね、まあ、接骨院みたいな、なんか、整形外科、まあ、そこにね、連れて行ったら、まあ、骨膜炎っていうね、なんかね、自分のね、仮病でね、痛くもないのに痛いって言ってたのに、なんか骨膜炎みたいなね、病名つけられて、まあ、骨にね、白い、こう、膜がね、張っているみたいな、そんなね、こともあったりとか、まあ、ずっとね、まあ、中学校の時か小学校の時か小学校の時ね、頭痛いって言えばね、まあ休め、学校休めるからって言って休んで、それで、まあ親は心配して、まあ総合病院連れてったり、まあ総合病院でね、わからなくて、まあ県立のね、大きな子供病院っていうのに連れてかれて、それでね、結局病名もわからない、仮病だからね、わからないんですけど、まあ起立性調節障害みたいな、なんかよくわからないね、病名つけられたりもね、しましたが、それでね、それがね、就職してから、まあ、脳腫瘍に、ね、なって手術とかしたんですけど、親はね、小学校の時頭痛いって言ってたのこれだったんだねきっとなんて、まあ医療のね進歩でねそれが分かったみたいな、そんなことを言ってたのに実は仮病だったっていうね、それでねもうねそこからね、まあ、ね、7、8年経って、まあ脳腫瘍になったが分かったっていう、そんな感じなんですけど、まあ本当に会社休みたい時もね、まあ頭痛いとかね、親に電話してもらったりもねしましたので、まあ親はねこの頭痛、まあ仮病で言ってたものがね、脳症の影響だったんだねなんてね、そんなことをね、まあよく言っていたっていうのをね思い出したんですけど、これってみんな自分がねこう嫌だな嫌だなっていう、そういうネガティブな感情だったものがね、行きたくないなっていう、全てねそういうのでね病気でね引き寄せてたんじゃないかななんて、そんな風にね思ったりもします。じゃあこれね最近ね自分がね、まあネガティブ ね少しね、まあ小さくなって、それでね良いいいことばっかりね引き寄せるようになってきたのは、まだね悪いこともね本当に引き寄せているんですけど、まあいいことの方がね引き寄せられるようになったっていうのは、やっぱりね自分のね理想の未来、まあ幸せにね死んでいきたいっていう、幸せだなって言いながらね最後を迎えたいっていう、そんなね理想があって、まあそこにね行くためにはやっぱり常にねこう自分をねいい方にねイメージする、まあそういうイメージングっていうんですけど、それをねいい方にイメージして、それでね、まあ、なりたい自分になるためのねこうアファメーション、それをねやったりとかね、まあ、天国言葉をよく言ったりとか、お風呂ではね必ずね自分ってすごいんだ自分ってすごいんだってねずっとね言い続けるみたいなね、そんなことをねやっていて、ね、やっぱりねそうすると不安なね要素、まあ大丈夫大丈夫とかね、まあ中でこう不安なことが大きくなって、大丈夫だよ絶対なんとかなるみたいな、そんなこともね言ったりとかしていると、不安ってどんどん小さくなっていって、それで結局ねいい方そのね自分がやっているイメージングとかアファメーションの方のいい方をね引き寄せられるようになっている。まあこれってねやっぱりいい方っていうのはね常に意識しなければね、まあどんどんねこっちのネガティブな方にね吸収されて食われてしまうみたいな、そんなね感覚だと思いますので、やっぱりね意識して、まあ自分をねいい方にねイメージして、まあそれでは同時にアファメーションするとどんどんいい方の引き寄せがね起こるっていうことで、常にね意識しなければ悪い方のねイメージばかりねこう潜在意識とかそんなのが残っているので、それがね悪い方をね引き寄せてしまうっていう風にねなっているので、ぜひね、まあ、イメージングとアファメーション、まあ、いい引き寄せをね起こしたければ、自分のねいい理想の自分をイメージして、それでそれに合ったアファメーションをするっていうことをねすると、どんどんいい方引き寄せがね起こるんじゃないかななんて思いまして、ちょっとね今日自分の経験とかそんなのもね合わせてこのね話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるありがとうございます。